こんばんは。お誕生日おめでとう。ありがとう。でもまだだよ。お誕生日はまだです。あと3日後ぐらい。あれよ、3日後。なんかみんなお誕生日おめでとうってなんか来るんだけど、どういうこと？え、私まだお誕生日じゃないよ。あ、これ後ろのやつがお誕生日仕様になったからってことか。あ、そういうことね。定型部に入っちゃってるの。なるほど。全然、じゃあ入ってるならいいか。うん、皆さん、ちょっとね、早速なんですけど、1時間で、そう、これメイドは去年のやつなんですけど、ちょっと今回はあれしました。皆さんからの前ツイッターにさ載せて、髪型のやつね、二つ結びが多かったんで二つ結びにしました。でーん、でちょっとね、今回はですね、私のあやかメイドクッキングタイム、あやかメイドクッキングタイム、何を作るかと言いますと、もうちょっとね、メイドさんと言ったら、メイドさんと言ったら何だと思いますか？メイドさんといえば、正解！オムライスを作りたいと思います。オムライスクッキング、そう、ちょっとね、やっぱメイドさんと言ったらやっぱオムライスだよねっていうね、あのことで、今日はオムライスを作ります。そう、本当にぶっつけ本番っていうか、一応材料は買ったんだけど、そう、作ったこと、いや、違うの、作ったことあります、作ったことあるんだけど、なんかさ、オムライスってちゃんとした、そのなんて言うんだろう、オムライスのちゃんとしたそのレシピっていうものを知らないんです。結構まあこんな感じかなっていう自分のさ、まあ、大体まあケチャップでねやってとか、なんかそうちゃんとしたさレシピを、え、皆さん知ってる？え、だからさ、ちょっと皆さんに教えてもらおうと思って、ちょっと、皆さんから、いや、だから今回は皆さんと共同制作したい。そう、そしたら、いいんじゃないかって、どうなるか分かんないっていうね、その完成形。いや、私さ、その、いや違う、オムライスはね、卵洗うの？え？卵って洗うの？ちなみに、そう、ね、人参は買ったんです。人参は買ったんですね。ケチャップライスを、そう、ご飯の中用の人参、うん、
のご飯の中にまず何を入れるかっていうところからちょっと皆さんにとりあえず人参買ったから人参入れるとりあえず人参は入れます。これもう確定で。少し炒めて水分飛ばすの。ケチャップは少し炒めて水分飛ばす。じゃあちょっとそれやってみよう。ケチャップは先に、じゃあでもさ普通先にあれ炒めるよね。人参とか炒めて、人参とか炒めてそこにケチャップ投入するっていうことでよろしいですか？そういうこと？こんばんは。え、誰か来てたって。え、それはさ、どういう意味？私ができないからってこと？いや、できますよ、できますよ。私意外と作ってるんですよ。私意外と作れるんですよ。そう、私思ったんだよね、玉ねぎ買ってないっていうね。玉ねぎいるよね、ケチャップライスって。人参しか買ってないっていうことに気づいたんだけど、なんかさ、人参だけだったらさ、すごい同化しそうじゃない？これ具入ってるみたいになりそう。よく考えたら人参の大きさはどれぐらいにしよう。めっちゃ細かく切るか結構大きめに切るか。あ、めっちゃ細く切ったんですけど、結構大きい方がいいかな。私はサイコロみじん切りでいいよ。じゃあちょっと大きめのみじん切り、ちょっと大きめ。どれぐらいなんだろうね。なんか人参の他に入れるものがあるかをちょっと探します。オムライスは小さい。そうだよね。いや待って、これ絶対同化するやつだね。ケチャップライスに。こんにちは。うん、ですね、梅干し、冷凍庫の中に、キノコとオクラと、あと なんだっけ、シーフードミックスの3つはあるんだけど、これはオクラってどう思いますか？オクラおかしいか、さすがに、さすがに。え、キノコ、なんかキノコちょっと緑になってる。
シーフードオムライス、エビだけ入れてほしい。待って、これエビ入ってるっけ。あ、エビ入ってる入ってる。あ、いいねいいねいいね。あ、エビだけ入れるタイプ。え、これエビと、エビとアサリ、エビとアサリとイカかな。あ、エビとイカとアサリだって。エビとイカとアサリが入って、うおおおお、めっちゃ海の匂いがする。エビだけ入れる。じゃあエビだけ入れてみるのありです。いや、アサリ、いや、アサリおかしいか。いや、イカ。でもなんかさ、キノコ、キノコいいよね。なんか緑だけなってるけどさ、どうですか。なんかこれなんか緑になってるんだけど大丈夫かな。なんか緑になってるのこれ。まあ大丈夫か。え、キノコって緑になるか。え、じゃあエビだけ入れたいと思います。エビだけ。おー、なんか出てきた。待って、でもイカも捨てがたいな。いや、イカも捨てがたい。エビとイカをじゃあ入れる。凍ったままの商品を周りの氷が溶ける程度に流水で解凍する。流水で解凍。緑怖いか。ちょっとやめとこう。じゃあ、え、カビなのこれ。え、カビだったらさ、え、冷凍してるのにカビって生えるの。冷凍中に酸化して変色したもの。ああ、そういうことか。酸化したんだ。じゃあ大丈夫。え、どうなんだろう。でもちょっとやめとこう。でもさ、オムライスってキノコ入ってるよね。なんかそんな気がしてきたんだけど、入ってないっけ。入ってないか。じゃあ今からこの中からエビとイカを分類します。めっちゃ固まってる氷で。おー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 、あー冷たい。あー、え、待って、めっちゃさ、お腹壊したらイベントできなくなる。確かにね。こんぐらいかな。よし、これを水で洗います。でもさ、シーフードが入ってるってさ、ちょっと本格的じゃない。本格的なオムライスになるんじゃない。これどうですか。いい感じになりそうじゃない。だってシーフードをさ入れたオムライスなんて作ったことないよ。作ったことないと思うんだけど、皆さんどうですか。え、ちなみに皆さんってオムライス作るとき何をお腹に入れるの。何を入れるんだろう。じゃあ玉ねぎと人参の他に何を入れますか。てか人参って入れるのかな、そもそも。わかんないけど。わかんないけど、人参って入れるのかな。私なんで人参買ったんだろう。玉ねぎ買うのに人参買うってなんかおかしいような人に。あ、鶏肉か。鶏肉忘れてた、普通に。肝心だよね、それ。でもそれはチキンライスだった場合、
グリーンピース、グリーンピース入ってるか。よし、ちょっと水を絞ります。冷たい冷たい。鶏肉かソーセージ。あー確かにね、なんかそういうちゃんとした、ちゃんとしたっていうか、そういうやつのこと忘れてた。シーフードならクリームソースがいい。クリームソースってどうやって作るの。私あのもうケチャップだと、ケチャップ買っちゃったんだよね。でも確かに美味しそう、確かに美味しそう。よし、ではではね、ではですね、炒める。ちょっとご飯をチンします。これで次どうするか。お、キウイ。皆さん、イエーイ。そう、聞きたいことがあって一つ。あのバターなんです。バターを卵に入れるか、あのご飯の方に入れるか問題っていう。あのちょっと用意します。どっちに入れるか問題。こんばんは。半分ずつ入れる？半分ずつ入れる？いや、なんかどっちかかなっていう。どっちも入れた方がいい。でもさ、どっちも入れたらさ、ちょっとなんかバターの味しかしなさそうじゃない？香る程度でいいんですよ。香る程度、バター香るオムライス程度でってなった時に、どっちに入れた方がよりバターの香りがふわってなるかっていう。あじ、卵に入れる。半分はパンちゃんの愛情。もちろんです。今日はちょっと皆さんにあの愛情のオムライス作るからね。卵、バターで具材を炒める。うわっ、うわー、どうしよう。香り重視なら卵。多分バターがいなくなるかもしれないから、卵に入れようかな。卵を焼くとき卵余すのって。あ、じゃあ卵にしよう。じゃあ卵にしよう。じゃあ炒めます。え、ちょっとさ、なんか忘れてる気がする。何かを忘れてる気がする。じゃあね、今からケチャップご飯を作ります。ちなみにケチャップご飯には何を入れる？あ、
油の賞味期限が7月29日となっております。まあ賞味期限だから大丈夫だよね。何を入れよう。ケチャップ、卵は、卵ないかもしれないありますありますよ。卵なかったらさ、もう終わりなんだよ。ケチャップご飯何入れよう。まあとりあえずちょっとあれします、あれしますわ。この人参とシーフードを炒めます。最初に火を通したらいいんだよね。だ先に人参とか炒めた方がいいよね。人参とシーフードとご飯とケチャップと塩コショウ。ちょっとバター入れようかな。ちょっともうほんのちょっと入れよう。ちょっと入れて卵の方に、まあ、まあまあ入れるぐらいな感じにしようかな。どうですか？そうしよう。入れまーす。それが良くない？だからちょっと入れる、ちょっと入れよう、ちょっと。待って、油引いちゃった。でご飯入れて最後に、あ、ケチャ、ご飯入れてケチャップ入れて最後にもうちょっとでいいから、ちょっとだけ入れます。バターを。マヨネーズ意外と調味料。そうなの。じゃあちょっと入れようかな。ちょっと皆さんからのさ意見を参考にしてたらさ、めっちゃ美味しくなる可能性がねあるからね。新たな発見があるかもしれない。めっちゃエビの匂いがする。新たな発見。これは多分焼けば焼くほどね、これは海鮮の香りがしてくると思うんですよね。いや、あるよあるよあるよ。いや、もしかしたらすごくすごく皆さんの意見を参考にしたら美味しくなる可能性はね、ゼロではないです。100ではないかもしれないけど、ゼロではないないです。焼きすぎ硬くなる。わかった。でもこれは確かになんか硬くなってる感じする。ん？硬くなってるのか冷凍されてるから硬いのかわかんない。ちょっと焼かれててね。焼かれててね。見てこれ。めっちゃちっちゃい。
もうね、本当にもうイタリアンレストランの匂いがする。このエビとイカのおかげで、もうここはイタリアンレストランだよ。めっちゃ暑い。暑いよ。これはもういいのかな。冷凍されてるからわかんない。皆さんありがとう。あの星とかだるまとかギフトありがとうございます。もういいよね、さすがに。どう思いますか。いや、エビもね、イカちゃんも焼けてきてる。じゃあここにケチャップを入れます。どんぐらい入れたらいいかな。おー、え、待って、やばいやばいやばい、めっちゃ跳ねてる、めっちゃ跳ねてる。あ、でも、いや、ケチャップ焼けるのいいね。確かにめっちゃ美味しくなりそう。今グリーンケチャップを絡めているところです。うわっ、え、ケチャップがなくなった。これさ、混ざるのかな、ご飯に。これ何、これ何。じゃあここにご飯を入れたらいいんだよね。え、これさ、ちょっと弱くした方がいいよね。え、いいよ。いい感じにご飯に混ぜてきてるよ。だってこれはね、いい気がする。こんな感じです。ちょっと色薄いよね、もうちょっと入れた方がいい。もう少し入れて、あとよし、うわ、よさげー、よさげー、よさげー。塩コショウってしなくていいかな。しなくていいか。いや、した方がいいのか。いや、しなくていい気がしてきた。じゃあここにちょっとしよっかな。ちょっとして、でここにバターを入れたいと思います。あの、これはもうほんと、もうちょっとでいいから、ちょっと気持ちいい。こちらにバターが入りました。もう本当にちょっとちょんちょんぐらい。あんま入れた意味ないかもしれないけど、いやでもこれぐらいがいいかもしれないからね。あ、あ、これはやばい。これはほんのちょっとなのに、あの、今もうバターになった匂いが。え、こんなにバターの匂いするの。え、もう今ポップコーンの匂いがしてる。これもうさ、ポップコーンだよね、この匂いは。じゃあここにマヨネーズをちょっと入れてみたいと思います。これはね、パーくらい。どうなんだろうね。でもあんまり
意味ない気がする。分かんないけど。あんまり意味ないのかな。いやでも分かんない。もしかしたら美味しくなるかもしれない。もうちょっとケチャップ入れようかな。なんかあんまり赤くならない。わ、いいよ。いいよいいよ。ケチャップの味とちょっと薄いから。どう？めっちゃいい感じ。めっちゃバターの匂いが強い。とりあえずいいかな、これで。では続いてこれをちょっと一回お皿に。いいねいいねいいね。一回お皿に移します。あ、ちなみにこのお皿はパセリからもらいました。うわ、めっちゃいい感じ。そう、皆さん、あの卵焼きじゃなくて、なんだっけ、卵じゃあオムライスの形はあのどういう形にするか問題。あの卵を上から乗せるタイプか、包んで包むタイプ、ご飯を包み込むタイプかで、私は作ったことないんだけど、あの卵をあのトントンしてなんかオムレツみたいなの作って、あファッてやってファッてなるタイプ、あのそれはもう難易度あのレベル100ぐらいの。え、無理だよね。でもさあの私あれやってみたいんですよ、あのトントンするやつ。でもできる、あのやり方は分かんないけど、でもなんかこうやってさ、こうトン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 ってさやったら、こうどんどんさ、こうトン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 、どんどん卵がさ、こういい感じにあのなる感じのは見たことあるから、あの本当にこうやったら本当になるのかっていう。ちなみにそうなった場合って卵って何個使ったらいいんだろう。え、やってみたいよね。私もやってみたいんだよね。それもうこういう時しかね、あのなんかやる機会ないからさ、せっかくならそれしようかな。って思うんですけど、ちょっとさ、フライパンをさ、どうしたらいいかな。え、これできたらさ、え、これできたらすごい、このと、あのオムレツのあのトントンしたやつできたらすごい。すごいですか？すごいと思う。
すごい。じゃあやろう。あのもしね失敗 してしまいそうになってしまった場合は、普通に焼けばいいからね。焼けば、うん、まあ普通に包むやつに、あの方向転換することも多分できるから、わかんないけど。え、待って、これさ何個いるのかな、卵3つぐらいかな。多分1個じゃできないよね。2個、3つ。フライパンの大きさこんぐらい。あの手ぐらいのサイズです。ちょうど両手ぐらいの大きさ。2個か3個。だよね。2個でいけるのかな。てかどうやるんだろうこれ。普通にわからないかもしれない。そう、これちょっと小さいサイズのやつなんだけど、2つ？じゃあ2つにしよう。じゃあ2つにします。もしできなかったら、でもね、卵がねちょっとちっちゃいかもしれないんですよ。大きいやつ選ぼう。いやでも全部ちっちゃいかもしれない。まあ無理だったらね、無理だったらあれします、包みます。塩を入れるか。でも私は甘い方がいいので砂糖を入れます。1。でもなんかあんま入れない方がいいのかな、バター入れるから。ちょっとでいいのか。いやどうなんだろう、ちょっと入れようかな。じゃあちょっと、もうほんのちょっと入れます。もう本当にちょっとだけ聞いた。え、砂糖じゃないの。砂糖じゃない。わかんないけど、どっちでもいける。だからほんのりそう甘いぐらいになるのかなって。くるくる
こだよ。じゃあ、バターを入れます。どんぐらいだろう、でも結構入れていいよね多分これ。こんぐらい、あ、見えない、こんぐらい。あー、勝負の時がやってきた。皆さん、私のことを見守っていてください。もっと、もっと入れるの。サラダ油はもうちょいと足すとこよ。わかった、じゃあちょっと入れます。もうポップコーンの匂いしてる。よし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 、入れるよ、せーの。まだ早いかな、いや、いいやこっからもうどうやるか分かんない入れたけど、入れたよ、入れたけどさこっからのやり方が分かんないね。とりあえずちょっと焼かないとダメだよね。いや、さすがに今この液体の状態でトントンするっていうのはね、ちょっと違うよね。いやどうするこれ、入れたけど入れたけどどうする。中火からゆっくり焼くの。分かった、ゆっくりする、ゆっくり。皆さん教えてちょ、中火、片側に寄せる。ちょっとさ混ぜた方がいいよね、スクランブルエッグみたいな感じで。だって何か強い気がする、めっちゃ弱弱。そうか、わかんない、あ、待って、片側に寄せるんだよね今ちょっと片側に寄せているところ、ちょっと火から離す。うわ、めっちゃいい匂いする。待って、トントンできない説これさ、トントンじゃなくて箸で寄せた方がいいかもしれない。あ、ちょっと待って、いいんじゃないこれは。え、これどういう状況。トントンは残念ながらできない。え、これどういう状況これ浮かせないといけないのか、これ。今ちょっと火から離してるからあんまり固まってないから。あ、待って、ひっくり返りそう。これいける、もしかしてこれ。無理そうですね、これ。これ無理そうかも。これはちょっと方向チェンジします。これ方向チェンジします。これちょっと方向チェンジします。あ、でもなんか形はいい感じなんだよね。だからこのまま
繰り返そうかな。いやー難しいねこれ。やっぱ何も知らない無知の状態でやるもんではございません。ちょっと普通にあれにするよ。でもこの形めっちゃ綺麗じゃないですか、この半月型みたいな感じの形。このままひっくり返したいけど、するものかな。うわこれどうしよう。これヘラを、そうだね。あもうこれ広げて、あでもダメだな。これはどうしよう。これひっくり返したら卵がちぎれちゃう可能性が高いんだよね。結構ふわふわしてるから、あこれ箸でひっくり返したらいけるかな。箸とヘラ、本当になんかドラえもんのポッケみたいになったんだけど形。これはだから残念ながらパカッと割れません。でもさめっちゃいいよこれは。ポッケ卵になりました。ご飯をこうちょっと細長くして、その上にこれを乗せるっていう。めっちゃいいポッケだ。めっちゃいいポッケだ。めっちゃいいポッケじゃん。みんなめっちゃいいポッケになりました。ではこれをねちょっと形を整えていきますよ。ちなみに食べるのは次8時からだから8時から食べます。
写真撮るの忘れないで。そうだね、写真撮らないとだよね。でもそうだね、どうしようか。次の時間、おあ、私これ見たことある、このオムライス。このオムライスね、私ね見たことあります。あれだよね、福岡にあるさ、めちゃめちゃ行列ができる有名なオムライス屋さんがあって、そこのやつに似てる。でん、待って、こっから見たらめっちゃいい。こっちから見たらもうね、天才的な仕上がりになってますね。でもなんかこっち見たら、ちょっとピーってなって、これ上から見るより、こうやって見た方がいいかも。上から見たらポッケなんで、これほら、すごい。こっから見たら、こっから見たら福岡の五穀のオムライス。上から見ますか。上から見たらめっちゃポッケなの、これ。ちょっと落ちそう。結構意外と卵が2個だから結構分厚めになって、めっちゃお店のオムライスみたいな感じになってる。美味しそう。じゃあ食べるのは次の時間だから、なんて文字を書くのか楽しみにしてじゃあちょっと次の時間を楽しみにしておいてください。なんて文字を書くか、いやこれはね、だからじゃあ文字を書いた時に写真を撮るから、次の時間にしようかな。いや、いい感じに作れたと思います。しかもちょうど時間がちょうどいい。もうちょっとさ、時間余るかなって思ったんですけど、意外と1時間ぐらいかかっちゃうんだね。パンちゃんのおかげで、何？あらんだ気持ちが癒された、ありがとうありがとう、こちらこそ見てくれてありがとう。あらんだ気持ち、ちょっとなんかあったのかな、癒された。おわ、それは良かったです。結構時間、でもこれは皆さんと一緒にこう制作したオムライスなので、すさんだね。そうだよね、いや分かってたんですよそう、ちょっと言葉が出なかっただけ、すさんだ心。そうなの。なので皆さんの愛と私の愛とハッピーなオムライスになっています。こちらラブ&ピースみたいな感じになっているオムライスなんで。でもね、オムライスじゃない匂いがするんだよね。いつもは感じない
あのバターの香りのするオムライス。こんばんは。え、ねえ、いや、本当に。ラブ注入。私のラブ。こんばんは。うん。もしよかったら、次8時からなんですけど、皆さんも一緒に食べましょう。夜ご飯。ちょっと私はそれまでに洗い物をしよう。ここね、今ね、多分ね、ここ45度ぐらいある。多分今めちゃめちゃ暑い。そろそろ壇上、あ、そうだね、そろそろお時間だから、それまで食べたらいけない。そっか、あ、そうだよね。いや、全然食べても大丈夫だよ。全然大丈夫です。まだ、あ、ちょうどその時間ぐらいに食べるって方は。13位、お金持ち先生、ありがとうございます。12位、炎上さん、ありがとうございます。11位、ガワさん、ありがとうございます。10位、サナビッチさん、ありがとうございます。9位、はなちゃん、ありがとうございます。8位、ひろっちさん、ありがとうございます。7位、のんさん、ありがとうございます。6位、りかさん、ありがとうございます。5位、くろぽんさん、ありがとうございます。4位、やまねこぼうずさん、ありがとうございます。3位、七千シーズン無言さん、ありがとうございます。2位、やすべさん、ありがとうございます。1位はちょっと音がないんだけど、でん、えひろさん、ありがとう、ありがとうね。見てくれてありがとう。ちょっとこれは一度ラップをして置いとくね。意外とさ、そういう料理ってさ、置いた方が美味しいみたいな言うよね。オムライスは分かんないけど、だからもっともっと美味しくなると思います。ありがとう、みんな、ありがとう、付き合ってくれて。じゃあまた後でーす。